はい、こんにちは、タカです。ドルがかなり強いですよね。特に先週の雇用統計以降、しっかりドル買いが出ているように思います。ドルインデックスあたりを見ていると今の位置はもう直近高値まで来ていますから、流れがいつ止まってもおかしくないとは思いますけども、ただ今はもうトレンドが出てしまってますんでね、まずはこのトレンドの継続を見ていきたいと思います。つまりドル買いを見ていく。波の反転や壁を意識した値動きというのはそういった流れが一旦止まってからですからね、慌てて判断していくことの内容にはしていきたいですね。そのあたり踏まえながら各チャート見ていきたいと思います。こちらがユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。このユーロドル最近本当にチャートの方が弱いんですよね。今週になって押し安値サポートも割ってきています。強い売りのトレンドは今も継続。昨日もこの安値更新していますから、今日もこの安値更新を見ていくことになります。リバウンドとか波の反転とかそういったものを見ていくのは一旦こういった流れが止まった後ですね。このあたりね、抜くための足場なんかもなかったりはしていますから、流れが止まればある程度のリバウンド、こういったものはあるかもしれません。かなり突っ込んだ動きになっていますから、まあ当然ショートは慎重になってしまいますけどもね。ただそれでも今はこのトレンド重視、買っていく局面というのが全く見えてこないですからね。目線としてはもうショートということになってきます。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。では上位足を見ていくとどうかというところで、まあ最近ずっと売りは強いですからね、週足で見ても当然のように陰線が出ています。この辺がレンジになっていますから、レンジからのブレイクになっているんですね。この週足はまだ閉じていません。ですから流れが止まって反発、週末までに戻ってくればサポートなんかも見ていけたりもしますけどもね。ただ残り3日間、今のところかなり強い売りになってますからね、反発見ていけるかどうかというのはちょっとわからないですね。このまま抜けて引けてくると高値からの売りのトレンドもはっきり見えてくることになりますから、まあ、こうなると本当に簡単には買えないと思います。今の波の起点が 1.19 ですね。この 1.19 上抜いてこない限りはどこかで戻り売り、まあ、あくまでこれブレイクしてくればの話ですけどね。ブレイクしてくればもう完全に目線としてはもうショートを見ていくということになってきそうです。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。短期足を見ても売りのトレンドはっきり出てますね。現在も流れは継続中、買っていく形というのが全く見えてこないですね。もう目線としてはもう全然ショートです。仮に少し戻す場面があったとしても、戻りの高値抜けてこなければ、流れが止まれば戻り売りを継続して見ていく。どこかにサポートが見えてくれば、まあ調整局面なんかも見ていったりもすることになると思いますけどもね。現状はこれ日足を見ても安値更新が続いてしまっています。そういったサポートを見ていくのも一旦流れが止まってからですからね。今日もまずはこの下のサポート割れる展開、安値更新を見ていきたいと思います。はい、変わりまして、こちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。昨日は円がすごく弱かったんですよね。ですから、まあ全体的にクロス円というのは相場の方は強かったです。ユーロ円もしっかり冷やしを見ていくと陽線になっていますけども、ただ最近この円の動きというのが上がったり下がったりだったので、クロス円もこういったレンジになってしまってるんですよね。ユーロ円もレンジです。下落トレンド、今は一旦流れが止められて横への動きですね。下のサポートも見えています。上の壁も見えています。上下に壁が見えていますから、この壁に挟まれた今はレンジを見ています。今の位置はレンジの真ん中なんですよね。昨日は確かに買いが入ってきてますけどね、じゃあこの買いによって何か環境が変わったのかどうか、結局はレンジ相場、これ何も変わってないんですよね。それどころか、まあ売りが出ていればレンジ加減でしたからね、この辺りのプライスアクションを見ることもできたと思いますけども、昨日買いが入ってしまったことでまたこのレンジの中に戻ってしまいました。レンジ相場のレンジの真ん中から、上がるか下がるかを見ていく、これって難しいと思うんですよね。あれこれ考えて答えを出したところでね、まあ、結局はレンジ相場ですから上がるかもしれませんし下がるかもしれない、そういった環境の中に飛び込んでトレードをしていく必要性もないと思いますんで、ユーロに関しては僕はもう様子見でいいんじゃないかとは思っています。まあ、環境としてもね、昨日買いが入ったことでこれ高値は切り下げてるんですけども、安値も切り上げてるんですよね。どっちを見ていけばいいのということにもなりますんで、ちょっと方向感も見えてこないんですよね。ですから、まあ、ユーロ円ははっきり流れが見えてくるまではもう様子見ですかね。今はこの大きなレンジを見ています。下限が129円の10付近。上限が130円の20から30付近。トレードしていくんであれば、まずはこの上下の壁に引き付けてといったところですね。この壁付近での値動きをしっかり見ていきたいと思います。はい、変わりまして、こちらがポンドドル。1時間足に冷やしを重ねています。ポンドドルもかなり強かったんですけどもね、ついにサポート割ってきてしまいましたね。2日続けて下の方に抜けてきていますんで、これはもう波の反転を見ていくことになるかもしれません。1.39 というのを一つの大きな壁として今見ていたんですけども、
このカビ付近で足場を作っている流れを一旦止めての調整局面ですね。ブレイクも期待していたんですけどね、波の反転が起こってしまったということで、まあ、この高値を抜くことができなかった、そういった失望の売りなんかも出てくるかもしれません。高値からの売りのトレンドですね。この値動きの背景にあるのはもうドル買いですね。ドルが強いがために下への動きがすごく強く出ている。決してポンドもね弱いわけではないんですけどもね、まあ、それ以上に今の環境がドルが強すぎますね。ポンド自体はすごく強いんですよね。ですからまあポンドが強い、ドルも強いということで、動かない相場も想定はしておきたいですね。はい、こちら週足を重ねています。週足を見ていくとこのあたりにレンジが見えてくるんですよね。レンジということですから上がったり下がったりしやすい場所。ポンドもドルも強い環境が続くとこのあたり、フラフラした値動きになってくるかもしれません。今の相場環境とは少し値動きが合ってこないかもしれませんからね、あまり積極的にトレードしていくような通貨ではなくなってくるかもしれません。トレードをしていくためにはやっぱりボラが必要ですし、そういったボラを見ていこうと思えばやっぱり強い通貨と弱い通貨を比べていくのが一番わかりやすいと思いますんで、そういった意味ではね、両方とも強いこのポンドとドル、ポンドドルを見ていくというのは少し難しいかもしれませんね。まあ、サポートも終わってきたことですしね、少し様子見でもいいんじゃないかとは思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。この売りのトレンドも出てはいるんですけども、例えばユーロドルなんかと比べるとこの売りのペースはすごくゆっくりなんですよね。そういったところからもやっぱりもし売りを見ていくんだればユーロあたりを見ていく方が流れには乗りやすいのかなとも思いますので、まあ、しっかり見ていけばね、このあたりに戻りの壁なんかも見えてきます。 1.38-60 あたりですかね、こういったところバックにショートを見ていくでもいいと思いますけども、この辺レンジそばになりやすい場所でもありますからね、レンジになるんであれば抜けてきたりもするかもしれません。この辺がね、まあレンジ相場を見ていく際の難しいところだと思いますんでね、こういった難しい環境と分かっていてトレードしていく必要はないかなとは思います。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。分かりやすいようにね、少し縮尺をいつもより小さくしています。152円、ここに大きな壁があるんですけども、僕はここをネックラインとして見ています。ここに3つの山が見えてくるんですよね。逆三尊として今は見ています。逆三尊のネック、上の方に抜けてくれば大きなトレンドが出てくるんではないかなと。ただ今のところはこの壁の手前で値動きが止まっています。足場作りですね。個人的にはこの足場作りってすごく大事だと思ってますんでね、ブレイクしていくためにはやっぱり必要なものかなとは思います。ただ難しいのがこういったレンジ相場っていつ抜けてくるかというのがわからないんですね。昨日もこれ短期足だと少し抜けたりもしてるんですけども、日足、閉じるまでには潰されてしまいました。これではブレイクを見ていくことは難しいと思いますんで、今日もこの高値ブレイクを期待したいところですけども、今現状でもまだブレイクはしていない。これだけもレンジがはっきり見えてくると、もう日足が1本ブレイクしてくるまで待ってもいいとも思いますけどもね。もし本当にブレイクしてきて波が出てくるんであれば、日足1本ではやっぱり止まらないです。上昇トレンドはもっとはっきり出てきてもおかしくないとも思いますんで、チャンスがなくなるというわけではないと思うんですよね。それよりも昨日のようなこの動きですね。こういった動きにあまり右往左往したくはないんですよね。特に高値でロングを掴むとかね、そういったのはもう本当に下げていきたいですね。ここにはレンジが見えていますからね、この足場が崩れなければ、いつか高値はブレイクしてくるんじゃないかなと。ただロングをしていく場所ですよね、この高値付近でロングを持ってしまうとどうしてもしんどいと思いますんで、今はレンジが見えているわけですからね、レンジの下限から拾っていくイメージで流れは見ていきたいと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。この辺でレンジ相場を組んでいます。直前には強い上昇トレンド、この流れは一旦止まってますね。ただ押し出すね、割ってないですからね、こういったサポート割ってくるまでは引き続きこの上昇を見ていきたいと思います。いつかこの高値はブレイクしてくるんじゃないかなと。ただレンジからのブレイクというのはいつ起こるかがわからないんですよね。それがすごく難しいところで、その間はこのレンジ相場を見ていくことになりますからね、基本やっぱりレンジの上限でロングは慎重には見ていきたいですね。ロングを見ていくんであれば基本はレンジの下限から、もちろんこの下のサポート割ってしまったらロング見ていくの難しいですから、そういったリスクもすごく小さくなりますからね、下に引きつけてのロングは見ていきたいと思います。その結果どこかで日足が高値ブレイクしてくれば、今度はそのトレンドを見ていけばいいと思いますんでね、まあ、それまではこのレンジを意識して値動きを見ていけばいいと思います。ただこういったロング目線の根拠というのは全てこの足場が崩れないことを前提としていますから、この下のサポート割れたらどうするかですね、そのあたりはしっかり考えていかないといけないとは思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に冷やしを重ねています。8月に入ってから本当に5ドルが強いんですよね。ただこの環境を見てみるとドルも強いですから、下落トレンド、確かに流れは止まっているんですよね。ただ戻りの高値、0.74 ですね、そして下のサポート 0.73 のサマラあたり、
5ドルは確かに強いんですけども、ドルも強いからまあ引っ張り合いになってしまって、結果レンジ相場になってしまっていると、なかなか方向感を見ていくのは難しい相場になっています。昨日もドル強かったですからね、このままいけばサポート割れも十分期待できたんですけども、昨日は5ドルがすごく強かったですから、波の反転も起こってしまっています。まあ、サポートがはっきり見えたということですね。レンジを見ていくんであれば、昨日のこの買いによってね、レンジの加減ですから、ロング目線で相場の方を見ていくのも悪くはないかもしれませんね。まあただ見ていけるにしても、このレンジ上限までですけども、レンジ相場が続くんであれば下から上に買いが入ってもおかしくはないとは思います。ただもちろんこういったロング目線で見ていくんであれば、この下のサポート、これ割ってしまったら根拠全部崩れてしまいますんでね、割ったらどうするかの部分はしっかり考えてはおきたいです。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。短期足を見ても売りのトレンドはすごくはっきり見えていますけども、一旦流れが止まってますね。反発の形になっています。ただ戻りの高値まだ抜けてないですから、上限に壁が見えている。4時間足だとまあレンジ相場になってきますね。まだブレイクの形は見えていません。この下はこういった短期足の押し安値でもありますし、日足のレンジ加減でもあるんですね。すごく大きな壁になってきますから、まあ、簡単には抜けないだろうなと。仮にまあこういったところをバックでロングを見ていくんであれば、戻りの高値、こういったところを超えてくる流れを期待していくことになりますけども、ただ現状まだ抜けてないですからね、抜けを期待してのトレードというのは、抜けなかった時に当然ね、失望になんかも出てきたりもしてしまいます。もともとチャートの方もすごく弱いですから、あまり抜けを期待するんではなくて、むしろ抜けなかった形をイメージしながら、戻り売りの場所を探していくぐらいの気持ちでいいんじゃないかとは思いますけどもね。正しいショート目線で見ていくんだろう、この辺大きなレンジ相場の底根圏ですからね、上の方に抜けてしまった場合はそこでショートが捕まってしまう状況にもなりますんで、抜けたらどうするか、そういったところはしっかり考えていくことになりますね。5ドルが強い、でもドルも強いという環境で、どっちも強い通貨同士のペアになってますからね、まあ、基本的にはレンジ相場、動かない相場を想定して値動きを見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらが5ドル円1時間足に日足を重ねています。5ドル円も黒線ですからね、昨日は円が弱かったということで強い上昇になっています。もともと大きな下落、チャートは弱かったんですけども、今は流れが止まっています。下のサポートが80円の40付近、上の壁もはっきり見えてますね。81円の40から50付近、上下にはっきり壁が見えていますから、今はこの間に挟まれたレンジ相場を見ています。今の位置がだいぶレンジ上限まで近づいてきていますんで、この辺りで流れが止まってくるんであれば、この高値の攻防はしっかり見ていきたいですね。今の現在地がこの直近高値で値動き止められていますから、もしブレイクしてくれば短期的な上昇トレンドも出てくることになります。ただこれブレイクしたところでロング見てしまうとね、この上にはまだすぐ壁がありますんで、これはちょっと注意はしたいですね。81円の50付近は流れが止められやすい場所です。実際流れが止まるかどうかは今の値動きを見ていかないとわからないですけどね、過去の値動きだけを見ていけば流れが止められやすそうな場所でもありますんで、高値掴みは十分注意はしたいですね。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。短期足を見ていくと上昇トレンド、今は流れが止められての調整局面ですね。押し安値割っていません。割っていない段階で流れが止まれば押し目買いを見ていきたい、そういった環境が見えてきますけどもね、まあ、そろそろ戻りの高値まで来ていますんで、まずはこの辺りの攻防を見ていくことになるんじゃないかと思います。赤い波のこの3波目の動きですね、1波2波3波のこの3波の動きの中に短期的な上昇トレンドも生まれてくるかもしれません。だとすると多少の押しなんか押し目買いのチャンスということになってくるかもしれませんね。波の起点80円の80付近、この辺りのサポートを割り込まなければどこかで押し目買い、こういった小さな流れを見ていけば見ていけなくはないと思うんですよね。ただ一歩引いてそばの方を見ていけば、この辺りざっくりとレンジそばです。レンジの上限下限というのもはっきり見えていますから、この中に挟まれた動きに関しては、まあ、基本的には上がっても下がってもおかしくはないのかなと。ただこの上下の壁ははっきり見てますからね、下は80円の50付近、上が81円の50付近、この上下の壁の攻防はしっかり、これはもう見ていきたいと思います。これ下もそうですけどもね、この辺りの攻防はしっかり見ていきたいと思います。今の位置はもう少し下ですからね、ブレイクなんかはあるかもしれませんね。黒線というのは円の動きを大きく受けます。そしてこの円というのが最近上がったり下がったりですから、黒線というのは引いてみてみるとレンジ相場が見えてきますんでね、まずはこのレンジを想定して値、ね、動きは見ていきたいと思います。はい、ということで、やっぱりドルが強いですよね。このドル買いが出ている間はやっぱり強いドルに対して何を売っていくのか、
ポンドや豪ドルというのは8月に入ってからはやっぱり強いんですよね。ですからポンドドル、豪ドルドルを見ていくのは少し難しいのかなと。一方でこのユーロドルなんかもサポート終わってますからね、日足を見ていけば安値を更新し続けています。今日も安値更新を見ていきたい、そういった流れも見えてきますので、ドル買いを見ていくんであればこのユーロドル、これはもう外せないかなと思いますね。安値更新は見ていきたいと思います。あとはこの黒線ですけども、黒線の中でもこのポンド円、他の通貨に関してもレンジが見えてるんですけどもね、このポンド円に関しては目の前の壁、これ抜けてくるとかなり面白い展開期待できるんではないかなと。まだブレイクはしていないんですけどね、ただこの壁の手前で足場を作り出していますので、この足場をしっかり利用はしていきたいですね。レンジが見えていますからね、基本的にロングを見ていくんであれば下のサポートから拾っていくイメージで、まあ、結果変えなくて高値ブレイクしてしまったらもうそれは仕方がないですからね。基本的に今の環境は日足のレンジブレイクを待っていますから、日足のブレイクが確認できればそれはそれでね、トレードのやりようというのはあると思いますので、この高値付近での攻防、この中に飛び込んでトレードをすることの内容にはしていきたいですね。ドルがかなり強いです。ただ直近高値に今迫っていますから、流れが止まってもおかしくない場所だと思いますけども、そういった売りを見ていくのは一旦流れが止まった後、今日もドル買いメインで相場の方は追っていきたいと思います。今回は以上になります。ドル円やドルインデックス、株式については別動画になっています。概要欄の方にリンクの方は貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。